マソング「I Love 日経大」のプロデュースをしていただいた松隈健太さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。小学校准教授の田代と申します。皆さんよろしくお願いします。松隈先生よろしくお願いします、はい、そしてトリトンの3人ですね。はい、あとは島向こうがボーイスプロジェクトのメンバーたちです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、松隈先生から、はい、まあ、この松隈ゼミでどういったことに取り組んでこられたのかという、約10名ほど校内からね、集まっていただきました。ディスカッションしながらどんな曲がいいかなとか、歌詞をどうしようかっていうやり取りできる人数と考えたら10人程度がまあ一番ちょうどいいんじゃないかなっていうところで、学生の皆さん来ていただいて、まあ、その本当に一回一回会うたびに宿題を出し、歌詞を考えてきてもらったりとか、どういうふうに音楽業界を盛り上げていく、どうやったら盛り上がるかなっていうことを考えたりとか、そういう授業を主にやってきましたね、前半は。で、後半は一緒に曲を作るみたいなイメージでしたね。じゃあボイスの人たちに実際ゼミを受講してみて、憧れのプロデューサーさんのレコーディングに立ち会えたっていうのが、やっぱ普通の大学じゃできないのかなっていうところで、すごいやっぱ感動はしましたね。このオーディションになんで応募してみようか思ったのか。私はただただ歌うのが好きで応募したっていうのもあるんですけど、こういう経験ってなかなかできないなって思うので、ちょっとこのから先の人生でもこういった経験が役に立つんじゃないかなと思って応募させていただきました。松隈さんから見てこのトリトンのメンバー、はい、まあ、どういった観点で人生されたのかみたいな。ボーコミアンナちゃんはそのダンスチームもね、もともとやってたりとか、歌もやってたりとか、まあ、もともとそのシンプルにスペックが高いなと。なので、まず、まあ、センターかという意味で、入ってもらいました。2人はですね、すごく頑張りましたね、うん、お世辞にも歌唱力、ダンス力では選んでないです。でもね、この2人のこの爽やかなキャラクターがすごくいいのと、歌が大好きとか、前に出てみたいってね、引っ込み思案を変えてみたいっていう、その前向きな2人の感じがですね、すごく良くてですね、で3人こう並べてイメージした時に、あ、いいバランスになるんじゃないかなと思って選びましたね。今回初パフォーマンスしてみて、メンバーと3人でやるっていうのはとても新鮮で、自分もすごいこれからの課題つかりましたし、この3人のメンバーでよかったなと思いました。まあ、皆さんね、いろんな夢があってこういうところに来てると思うし、これから大学生そして社会人を目指していくんだと思うんですけども、やっぱりその僕は音楽という仕事を通じて、まあ、社会人としてやってますし、まあ、大学教授としてもやらせていただいてます。そういうこうプロフェッショナルっていうものを大学とか、これからの人生で学んでいっていけるっていうのが多分すごく大事なことだと思うので、でそのこの日経大というのはそういうことが学べる大学だなと本当に思ってます。やっぱり先生方も素晴らしい先生がたくさんいらっしゃいますし、なんていうか、ただ授業を教える喋るだけではなくて、身になる経験ができる大学だなと思いますので、ぜひね、皆さんとまた大学で会えることを楽しみにしております。はい、以上でトークセッション終了となりますので、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。